おはこはるんです。バーチャル YouTuber こはるです。日めくりこはる日和の話をしたいんですけれども、もうお気づきの方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、おはよう動画、日めくりこはる日和をね、いつも今までは Twitter に毎日アップして、そのまとめを金曜日に YouTube の方にアップするっていう風にしたんですけれども、今までのユーザーさん以外の方の目に触れる機会を増やそうと思って、YouTube の方にもね、ほぼ同時に毎日アップすることにしました。で、金曜日のまとめに関してはどうしようか迷ってるんですけれども、金曜日のまとめはそれはそれで出そうかなと思っていて、Twitter で見てる方以外の方に、なんか YouTube でまとめご覧になってくださったらいいかなと思って作ってはいたんですけれども、YouTube にアップしてある動画のまとめを作るのはどうかなっていう気もするんですが、金曜日の、楽しみにしてくださっている方もいると思うのでね。とりあえず毎日、日めくりこはる日和は、Twitter と YouTube にアップします。で、金曜日にはそれはそれで、まとめ動画も出します。という形にしようと思っていますので、これからもよろしくお願いしますね。それでね、病気の話なんですよ。帯状疱疹に関して先週お話をしたので、その顛末というか、そのどうなったかってお話をだけしておくと、昨日、一週間ぶりに皮膚科さんに行ってきました。で、見てもいただいて、なんかもうだいぶ良くなっていますねっていうことで、とりあえず炎症を抑える薬、先週お話しした、すごい薬が高い薬はもう飲まなくて良くなって、普通のね、炎症を抑える薬と、あと、塗り薬、菌が入ったりとかするのを防ぐ塗り薬だけいただいて、診察代とお薬代両方込み込みで1000円ちょっとくらいだったので、今回はね、ちょっと予想くらいの値段で済んでくれたので、良かったなと思っています。ご心配をおかけしてたんですけれども、なんかまだね、ちょっと体のだるさがあったりとか、あと、右側に帯状疱疹の症状があるせいもあって、右側の首と肩がすごい凝ってるっていう状態とか続いてるんですけれども、なんかまあ、だいたい平常運転に戻ってきたかなという感じがしますので、皆さんご心配しないでくださいね。ご心配をおかけしました。心配してくださって皆様ありがとうございました。という感じでね、今日は終わりたいと思います。最後までご覧くださいまして、ありがとうございました。また次回の動画もしくは生配信でお会いしましょうね。